だから私はこの手にかけたんだ。東秀斎写楽大先生をね。いい機会だ。貴様の世を見てやる。この目で。私、ある人から聞いちまったのよ。あんた、やっちまったんだろう。確かに師匠の絵はすごかった。絵で一番大事な魂。これあんたの絵だろう。弥太郎さん、鬼になってください。偽物の境なんてものはとっくのとうに消えてなくなっちまった。